離散最適きの3回目始めていきますで、えっと、しまった。しまったとかっていう <laughs> 問題じゃないんですけども、えっと、前回ですね、あの、整列に基づく、整列による解放っていうのを話しをしたんですけども、ちょっとあの、最後のですね、ところで、あの、納期ずれとか納期遅れって言葉がなんかずれていたり、あとですね、その、間に合うジョブと遅らせるジョブをこう、あの振り分けるっていう形で、その納期ずれ、 最大の置きずれですね、最大の置きずれの最小化を行ったんですけども、そのアルゴリズム、ムーア・ホジソンのアルゴリズムの時に、その何を間に合う、仮に間に合わせるョブとするのかってことがちょっと不明確なところがあったので、それは授業のコメントのところで一応回答していると形になってますので、ちょっとそこら辺は前回ちょっと良くなかったなというふうに思ってるんですけども、そのコメントの方見ていただければ、 明確になると思いますので,で、そちらの方を見てくださいと。で、あの動画の方あの YouTube の方も一応コメントとして、その、えっと、補足はつけたという形になっていますので、ちょっとご確認ください。よろしくお願いします。はい。で、えっと、今回はですね、動的計画法っていうものをご紹介するんですけども、まあ、それを使ってですね、この,いくあの2つぐらいスケジューリングの問題を解いていこうということをやります。でですね、動かなかったですね。えー、っと、今、動かそうと思ったんですけども、ここです。 はいでえっと、一応、ああ順番にやっていて、今日1 0月29日だということです。はいでえっと、もう一度です、ね、ジョブスケジューリング、何で構成されていたのかということを思い出すと、機械の集合とジョブの集合と、でまあ、ジョブが機械で処理されるときに時間がかかるというのが PIJ ですね。MI という機械で、でね、MI という機械でジョブ JJ というのを処理するじ時間を、まあ、PIJ と書きましょうという形だったというわけです。はい でですねえー、と今回はあこの動的計画法を用いて基本的なスケジュール問題を解くということをしていくんですけども、まあ、2つの問題を扱うということにします。で1つは、えー、P2CMAX という、まあ、これはあとで何だったかということをあのもう一度復習します。えー、1SigmaTj という問題をやっていきます,でです、ねちょあの。今回なんかこのスライドのページの中88つが書いてあって。 どうするんだとなん90分しかない時間に88枚も <laughs> あってどうするんだというふうに思われるかもしれませんけどもこれ,あのこれあの半分以上付録になってます。で付録っていうのはあのこの,あの時期業この90分では扱わないっていうつもりでいて、まあ、もし時間が余ったらやるかもしれませんけども多分余らないと思います。でまあその えっと40ページぐらいであのこの付録じゃないところは終わるんです。つまり付録の方が長いんですが、えっと、その方、ちょっと問題はありまして、で一応その付録の部分は補足動画として、あの改めてなんか別の形で、えっと、私がしゃべったものを動画として公開するという形にしたいと思います。で、おそらく付録の方が長いです。<laughs> で付録の方が長いものを付録と呼んでいいのかどうかってことはちょっと分かんないんですけども、えっとですね、一応このなんか、 話をしている中で、まあ、特にこの後半なんですけど、なんか準備してたらですね、やたら長くなってしまって、これは収まらないなっていうふうになってしまって、まあ、それで補足の方、形、付録の形にしたいというふうに思っていますで。そういう意味で、まあ、後半の方はなんか雰囲気だけになってしまう、この90分の中,中ではですね、っていうことかもしれませんが、まあ、それでやっていくという形になります。で、この2つの問題をこの動的計画法っていうものを使って解いていこうと思うんですけども、まあ、そもそも動的計画法って何なのかってことをご紹介しますで。もしかしたら皆さんはですね、そのアルゴリズム、 などの事業において動的計画法というものを扱ったことがあるかもしれないんですけどもまあなんかどういうものなのかってことがですねいろんなところで説明されていて私はその,あの適当な説明がこの世の中にはびこっているのがあんまり許せなくてですね、えっと、それは良くないと思っているので、まあ、一応ちゃんとした説明をここではしようと思ってまず、まあ、ちゃんとした説明の一つは、まあ、我々そのまあ数学という、まあ、我々ていうかその数学をやっていると思っている人はですね えっと、私は思っているかどうかは定かではありませんが、まあ、数学をやっていると思っている人は、この岩波数学辞典っというのを大体、この拠りどころにしているといことが多いです。で、それですね、まあ、一応、第4版が一番新しいものだと私は思っているんですけども、そこにこの動的計画法という項目が立っています。で、そこの中の冒頭に書いてあるものをそのまま持ってきました。で、まあ、一応、読み上げますね。 最適化問題の中にはその過程がいくつもの段階から構成される多段決定問題とみなせるものが数多く存在する動的計画法ダイナミックプログラミングは多段決定問題を体系的に取り扱う研究分野であり1950年以降にアール・ベルマンが発展させた理論手法である動的計画法は離散最適化問題や組み合わせ問題に対してもアルゴリズム設計のパラダイムとしてしばしば使われるというものです でこれがそのままもう抜き出したものなんですけども、重要なのは、この動的、えー、計画法っていうのは、多段決定問題を体系的に取り扱う分野であるっていうことです。で、えー、とよくですね、そのアルゴリズムの授業とか、まあ、今回もそうなんですけども、そこで、 えと言ってるその動的計画法っていうのは、この一番最後のところで、アルゴリズム設計のパラダイムとしてしばしば使われるっていう、ここだけしかまあ着目してないわけですね。で、それのみが動的計画法であるというふうに考えてる人も割と多いんですけども、そういうものではなくって、トラン決定問題を体系的に取り扱う研究分野とか、その手法であるっていうふうに、まずは思ってほしいというのが一つと、もう一つは、その起源がこの R ・ベルマン、リチャード・ベルマンにあるっていうのが重要なことであって、まあ、これ1950年以降にまあ発達してきたと。まあ、特にこののベルマンの本があってこの 57年に書かれた本があって、これ多分日本語に訳されていると思うんですけども、えー、っと、多分ですけどね、えー、っと、まあ、これがその割と、まあ、その最適化とかですね、この多段決定を扱う人が、まあ、よりどころにしている本であると、まあ、これが最初であるというふうにまあ思っているというわけです。で、まあ、この授業では、このアルゴリズム設計のパラダイムとして、しばしば使われるっていう部分に、まあ、着目してやっていきますということです。でもう一つですねちょっと別の えっと物があって応用数理計画ハンドブックっていうものがあるんですけども、まあそこもにも動的計画法っていう項目が一つ立ち上がっていて、ここに書いてあるのはそれの冒頭の部分です。はい。ですね。動的で読み上げます。はい。動的計画の特徴は意思決定が段階ごとになされる点にある。あこれ冒頭じゃなかったかもしれません。途中の段落だったかもしれません。すみません。冒頭じゃないかもしれませんが読み上げますけども、それ,それで続きはえ段階は多くの場合離散化された時間軸を表すことに用いられる。 時間軸を考慮したモデルはしばしば動的、ダイナミックと呼ばれ、それがダイナミックプログラミングのよよ呼び名のゆえんである。初期の動的計画は段階ごとの部分問題の解の情報を表にして保存しておいた。もともとプログラミングは表による計算法の意味を持ち、それがダイナミックプログラミングの呼び名のもう一つのゆえんであるということです。だから、このなんかプログラミングっていうふうにこう書いてあるんですね。このあの この動的計画法の,あの元の英語なんですけども、でそのプログラミングっていうと皆さんはそのまあコンピューターで動かすプログラムを書くことをとかをまあプログラミングっていうふうに呼ぶものだというふうに思うかもしれませんけども、まあ、1950年代ぐらいの、えー、と状況においては、だからまあ,あの戦後すぐぐらいの状況ですね。まだそんなにコンピューータっていうものは 世の中になくってこのプログラミングっていうふに言ったら、ここに書いたように、そのなんか、その、なんか、タの情報とか、そのなんか、表を使って計算することですね。それをなんか、プログラミングっていうふに呼んでたっていうようなことがあるわけです。だから、あ、これですね。プログラミングや表による計算法の意味があると。だから、その、今の、 我々が使っている意味でのプログラミングとこの動的計画法とかって言ってるとあ,あとですねその線,線形計画法っていう最適化手法があるんですけどもそれもあの英語ではリニアプログラミングというふうに言ったりするんですけども、まあ、それもですねあのその発明された当初はこの表による計算を、まあ、こうしていたわけです。 でそういうものをプログラミングと呼んでいたってことなので、それはです、ね、その現代的な意味でのプログラミングと違う意味を持っているんだってことは、まあ、注意をするわけです。でここら辺をです、ねえー、と適当に考えている人はあったりして、そういうふうに書かれている教科書とかあったりして、まあ、腹立っているんですけども、まあ、そういうことではなくて、ここに書いてあるようにその表による計算法という意味がもともとあって、それを今でも使っているということを、まあ、ここではちょっと強調したかったので、ご紹介しました。でまあ、今回もそのなんか表による計算法ということを、まあ、手ではやるんですけども、まあ、皆さん、プログラム、いわゆるですね、コン コンピューターで動かすようなプログラムを書くときは、それは、まあ、ある意味での,その配列としてその表というのが表されるわけになるわけです。でまあ、そういうような実現法をしていくということになります。はい、で動的規格法というのはじゃあどういうものなのかってこという原理をイメージだけお伝えしますと、なんかですね、なんか初期状態と呼ばれるようなんかスタートがあって、目標状態と呼ばれるような,なんかそのゴ,ールゴールがあります。でその えっと先ほど言った通りそのなんか状態とか,そのなんか時間軸に沿って変化していくときにその多段階で意思決定をしたりとかっていうような状況をまあ今このなんかネットワーク、グラフで表しているような気持ちになりましょうということにします。で原理は何なのかっていうとこのまあグラフのような言い方でいうと例えばですねこのスタートの状態からゴールの状態に行くための,そのなんか多段階でこう決定していくわけですけどもそこに至るための,ですねそのなんか経路がこの決まっていくわけです。 でその中で、一番良いものを見つけましょうとかっていうのが、まあ、その最適化問題として、動的計画法を使うときによく現れる問題です。でそれはまあグラフの言葉で言うと、最短経路になるわけです。で最短経路っていうものがあって、今、赤で書いてる、一つあるとします。で、何が、えっと、動的計画法の原理かというと、最短経路の,です、ね、このなんか途中の点を見てみます。 まあどこでもいいでもすと途中の点ですで途中の点からゴールに行こうと思ったらどうすればいいかというと今、この赤いのがこのスタートからゴールへの最短経路なんですけどもその途中の点からの最短経路はこの元の最短経路を得らればたどれば得られるということです、まあ、当たり前と言われれば当たり前ですねもしなんか別の経路がそのこ,のあこの青い点からの最短だったらその全体としてもそのスタートからそこまで行ってからその別の経路へ行くと最短になってしまうからその最短性に矛盾してしまうわけです。 とということで最短経路の途中の点からの最短経路は元の最短経路をたどれば得られるということが、まあ、グラフの上でこのいわゆる最適性の原理というものを、えー、と解釈したというか、まあ、図で表したものになっています。もともとのベルマンの言い方はちょっと違うんですけども、まあ、式を使って書いてるんですけども、まあ、式を使って書くとよく分からないので、まあ、この図のイメージでお伝えしたということになります。でこれをまあ最適性の原理といって、まあ、これを使ってそのアルゴリズムとか多段決定をしていこうというのを えと考えるのが動的計画法です、まあ、英語ではプリンシップルオブオプティマリティというふうにいうのが最適性の原理です。で、まあ、これ、じゃあ、どうやったらアルゴリズムに使っているのかっていうと、まあそのまあ、ゴールにから、えー、とスタートからです、ね、そのゴールに向かっていく、なんか,そのなんかあの、なんだろうな、最短経路のようなものをこう見つけたいんですけども、その時にそのまにゴールから考えます。ゴールから考えて、ゴールの一つ手前の状態っていうのがあるわけです。 でそうすると、その一つ手前の状態からゴールに行くのに一番いい経路は何でしょうって言ったら、それはまあ、1つ1段階もその使うしかありませんから、それを使ってたどり着くのがゴールへの一番の近道ということになります。でそうすると、そのゴールの一つ手前の状態でゴールにどう行けばいいのかっていうのは分かるので、そのじゃゴールから二つ手前のところはどうでしょうってことが次に分かるわけです。でそれは、そこからそのゴール一つ手前のところにどのように行くのが一番いいでしょうっていうのを考える。 ってことをすれば、そのゴールの2つ手前のところからどのように行けば、ゴールに一番最短で行ける経路が見つかるかってことが分かる、その日本語編ですね。ってことになります。でそれをまあ続けていくわけです。で続けていくと、そのだんだんそのスタートに近いところからゴールに行くの,が行くのにどれが一番良いでしょうってうのが分かってきますで。それをスタートまで続けると、スタートからゴールまで行くのに一番良い経路っていうのがこう浮かび上がってくると。 いうことになるのが、まあ、動的計画法の原理に基づいて作られるアルゴリズムになります。でこのアルゴリズムをまあ実装するとそのいわゆるそのまあ最適化アルゴリズムになるというようなイメージを持ってください。で今はグラフの形で書いているので、これなんか全然スケジューリングに見えないわけですけども、まあ、このようなイメージを持ってスケジューリングのアルゴリズムを作っているということになるというふうに思ってください。はい、でそれでですね えっとまあ、実際にはどういうふうになるかというと、例えば、まあ、そのゴールの手前ある地点、まあ、これ3つあって、そこからゴールまではどういうふうにいくのが一番良いのかってこというとが分かってるとします。でそれぞれ、例えばそのなんかその長さが10、12、20になっているとしましょうと。じゃあ今そ,のそ,れそこから1つ手前 のなんかある状態があって、そこから一つ進むには、なんか上に行くとなんか6かかって、真ん中に行くと3かかって、下に行くと2かかるというふうにしましょうと。じゃあその時に、じゃあ、どれを選ぶと一番良いでしょうってことを見るときには、一番上を選べば、まず一つ進むのに6かかって、そこからは最適に10だけかかるということがこう分かっているわけです。でそうすると、一番上のこの経路を選べば、6たす10の、まあ、16かかるということが分かるということになります。で、ここはそれがここに書いてある6たす10ですね。 でじゃあ真ん中通ったらどうなるかっていうと、まず、えっと、一歩進むと3かかりますと。で、3かかった後は、そこからそのゴールまでの最適な経路にとって。 をたどっていくと12かかるということが分かっているので、全体で 3+12 の15かかるということが分かるわけです。で下も同様にすると2プラス20、22かかるということが分かるということになります。で、今考えている状態から5への最短経路の長さっていうのは、その3つの中の一番小さい値を持ってくればよろしいということになります。で、計算するとそれは16と15と22の最小値なので、まあ、15になると。つまり、この真ん中の経路をたどっていくと、一番、えっと、 距離が短いですよということが分かるという形でどんどんそう決めていくということになるわけです。いいですかね。ってことを、まあ、実際その、この原理をですねこのスケジューリング問題を解くために使っていくということになります。はい。で、今日は使うのは、えっ、ー、と、先ほど言った P2C マ a クこれあの今からちゃんと何だったかということは復習して定義しますが、これと。で、もう一個がこの1シグマ TJ というものになります。 でえっと、この2つに対して、動的計画法を使ってどのように解けるのかということを紹介していきたいんですけども、まあ、先に言うと、ですねこの1番の方は割りとまあ素直かどうか分からないけども、素直な感じがします。で、2番の方は、なんでこんなものを思いつくんだろうっていう感じのものになります。で、2番の方は難しくって、証明もほぼできないんですけども、まあ、証明は付録に回るという感じになります。けども、アルゴリズム自体がどんなものなのかということは紹介できると思うというふうに思っています。 でちょっと注意なんですけども、今日の授業では処理時間はすべて整数とします。本来、その処理時間としては、えっと、皮膚の、まあ、性の、えっと、有利数が許されているんですけども、その有利数を扱うとちょっとややこしいので、すべて整数とします。で、まあ、有利数のような、えっと、処理時間が出てきてるとしたら、すべての処理時間に。 えっと分母に現れる整数の最小公倍数をかけるということをすると、えっと、本質を失うことなく全て整数になるので、まあ、そういうふうにしてるという風に思ってもらってもいいんですが、まあ、あのそういうふうにまあして、えっと、処理時間が全て整数であるということを仮定します。はい、で、まずやるのはこの P2Cmax という問題を解くという話になります。で、それどういう問題だったかっていうと、この P2 って何だったかっていうと、P っていうのは、えっと、並列。 にいくつか機械がありますけども、その機械はどれも同じ性能を持つ機械ですというのがこの P が表すもの。で2が表すのはその機械の数が2ですよということです。だから2つの同一な機械を並列に動かしますという状況を考えています。はい、でその時に CMAX って何なのかっていうと、えー、と最大完了時刻を最小化したいですよというそういう問題だったということです。で今こののの同一の並列機械を考えているので 一つのジョブ、J1 というのは M1 で動かす処理しようが、M2 で処理しようが、処理時間は変わりませんので、J1 の処理時間を、えっと、P1 とかっていうようなつ、一つのそれ字だけで表すというふうにします。で、この状況では、まあ、M1 という機械で J1、J4、J5 をその順番で処理して、M2 という機械で J2、J3、J6 というジョブをその順番で処理するというふうにしていますで。そうすると、最大完了時刻っていうのは、M2 の方が時間かかってますから、そこの終わるまでの時間。 まあその終わった時の時刻になるということですね。で、それができるだけ小さくなるようにしたいというような問題ですということです。いいですかね。で、これを解いていきましょうということになります。はい。で、まず、えっとですね、自明な解放っていうのを、まず、なんか、誰でも思いつくんじゃないかっていうようなちょっと解放を先にご紹介します。前回ですね、これ、機械が一つだったら、この CMAX ってこの最大完了時刻を最小化するっていうのは、えっと、まあ、ある意味、あの、 自名というかあの、並び方をどういうふうに変えてもです、ね、最大管理大 o g i c 変わらないということを前回、初めの方で言ったと思います。ので、1台の場合は、まあ、この CMAX っていう基準を最小化するっていうのは、まあ、ほぼ意味がない問題になるわけです。で別のことを言うと、今、この2台機械がある状況を考えたいんですけども、その M1 に割り当てるジョブを J1、J4、J5 であるというふうに決めました。 そういう瞬間にこの M1 という機械で J1、J4、J5 というのをどのような順番で処理しても、この M1 において M1 がそ処理を完了する時刻というのはこれ変わらないわけです。M2 の方も同様で今この J、こ J2、J3、J6 というのを処理しようとしているんですけれども、この3つのジョブをどのような順番で処理しようが、その機械におけるその完了時刻、最大完了時刻は変わらないわけです。だからこの2台で同一 機械で処理しよううという時に何を考えるべきかっていうと、割り当てさえ考えれば、その M1 にどのジョブを割り当てるか、M2 で処理するジョブを何にするかってことをだ,だけ決めれば、このえっと最大完了時刻っていうのは決まります。その並べる順番はこれか考えなくてよいということになります。だから、この割り当てだけを考えることをすれば、最適なスケジュールが分かります。だから別の言い方すると、すべての割り当てを考えれば、そこでその、 全ての割り,当てに対各割り当てに対して最大完了時刻を見て、その一番小さくなるような割り当てを持ってくれば、それが最適なスケジュールを与えることになります。という形で、その全ての割り当てを考えれば、えっと、必ず最適なスケジュール見つかります。が、それはですね、えっと、割り当ての総数を考えると、ジョ分の数が N だったら、2の N 乗項あるということになります。で、これはまあ膨大なんですいわゆるこの指数関数的に大きくなると、N に関して指数関数的に大きくなるので、まあ、これは必ず、 最適なスケジュール見つかるんだけども、あまりその、えっとまあ、計算量という意味ではよくないと。必ず2の N 乗はかかってしまうということになるわけです。まあ、必ずです必ずですね。必ず2の N 乗がかかってしまう。まあ、必ずで言っていいのかな。この方法だと,だと2の N 乗がかかってしまうということになります。で、まあ、それよりも、まあ、賢いかどうか分からないんですけども、別の方法を考えたいということになります。で、それが今回あのお話をするもので、まあ、ここに書いてある計算量で解けますよと。 今この問題は N×PJ の総和、振り時間の総和のオーダーの時間で解けますよということになります。で、これは、ちょっと次回ちゃんと、でこれでその動的計画法を使ってアルゴリズムを作るんですけども、ちょっと言うと、今言った自名なものは、まあ、2の N 乗をこの割り当てそれぞれに対して、えー、とその完了時刻を計算するのにまあ N 時間ぐらいかかるとすると、まあ、2の N 乗をかける n オーダーで、まあこの 計算量が上から抑えられるという形になりますが、今ここに書いてある計算量ですね。この定理で,で示そうとしている計算量は、n かける p. j M. 相和という形になるわけです。で、これは、まあ、n に関しては、まあ。n に関して、一時、n の n に関して、線形しかかからないんですけども、下に、あ、その、その後に、この。えっと、処理時間の相和っていうのはかかってきます。 でこれはです、ね、なんか見た目なんか多項式時間アルゴリズムっぽいような感じがするんですけども、まあ、実はそうではなくってこれはギター公式時間の計算量というふうに言われるものになっていますで、まあ、それは何なのかっていうことは次回ちゃんと説明しようと思うんですけども、まあ、実はまあこれ自体は多項式時間アルゴリズムではないっていう多項式時間になってないってことはちょっとあの気に留めておく必要があって、まあ、細かいことは次回説明します、はい、で今からやるのはこの、まあ、オーダーの計算 時間でどのようにしてこ子どもを習うのかってことを話をしていくということになります。で、これ、動的計画法で解きたいと言ったんですけども、動的計画法でアルゴリズムを作るときに考えるんですけども、そのときに鍵になると思っていることが、私が思っていることは3つあります。で、1つはまず、この最適解の持つ再帰的な構造っていうのを見いだすということです。 でその構造を見いだして、その構造からうまく先ほどの,その最短経路のイメージのような、なんか一つ一つの頂点をが見立てているような状態っていうのをうまく定義します。でその状態が先ほどのグラフでいうその頂点に対応します。でそうすると、グラフができるんですけども、そのグラフをうまく最短経路を見つけることに、グラフの上で最短経路を見つけることになるんですけども、その時にこの最適的な構造っていうものが、えーと 生み出す再機識っていうのを見つけるということが重要になります。でそうすると、その再機識をとあの解いていくっていう、何だろう、そのステップ、か過程が先ほどの,そのなんか最短経路を探索することになんか対応するようになっていくということになってきます。ので、まあ、この3つを順番にやっていくということになります。で、初めにこの再機的解の持つ最適,な最適的な構造を見出そうってことをしていこうと思うので、最適解がどんな感じなのか、つまりそのゴールの状態をまず考えます。 これは仮想的に考えるんですけども、まずまあゴールをちょっと見てみましょうと。例えば、こういうなんか6個のジョブがあって、この時に M1 と M2 にこのように割り当てて並べると、最適なスケジュールが得られているという、まずこういう状況を想像しましょう想像しますでこれがそのまあゴール状態なんですけども、そのじゃあ1つ前の状態が何なのかということを、まず想像するわけです。 想像すると今は、この j h から J6 って、このすべてのジョブをスケジュールしてるんだけども、じゃあ、これ J6 だけちょっと、まだスケジュールせずに、j h から J5 だけっていう、5つのジョブだけをスケジュールしてる状況を考えましょうと。で、それがその、この最適なスケジュールに至る1つ前の状態だっていうふうに思いましょうというふうにします。で、この時に、このなんか j h から J5 に対する最適なスケジュールから、なんか J1 から J6 っていう、そのすべてのジョブに対する最適スケジュールが生まれるような 状況になっていると、うまくそのなんだろう状態の間の,その進み方っていうのが分かってくるので、そういうふうになっていると嬉しいなというう思うわけです。じゃあ、その J1 か J5 っていう5つのジョブに対する最適スケジュールを見たときに、そこからこの最適スケジュールですね、全体の最適スケジュールがどのようにいられるのかってことをこ考えてみます。としたいんですが、実際、この J1 から J5 に対する最適スケジュールをこの状況でこう作ってみるとこんな感じになります。 でこれは、えっと、M1 に J1、J3、J4 が割り,当てて割り当てられていて、M2 に J2、J5 が割り当てられているんこんな感じになっています。でそうすると、このなんか上に書いてあるこの J1 から J6 に対する最適スケジュールの割り当てと、下に書いてある J1 から J5 に対する最適スケジュールの割り当てがなんか全く違うんです。まあ、全然違うんですね。全然違う。 かいうかってことは、パッと見て分かんないかもしれませんけど、例えば、えっと、上の方では J5 が M1 に割り当てられてますけども、下の方では J5 は M2 に割り当てられてる感じになっていると。で、そうすると、なんかこのなんか下の状態から上の状態を作りたいんだけども、なんかどのようにして作ればいいのかってことが、なんか簡単にできそうな気があんまりしないわけです。で、そうすると、なんかこの最適スケジュールだけ見るっていう。 だけではなんかうまくこうなんか状態をその順番に作っていくことができなそうだなっていうような,なんか気分がしてくるんですね。でこれがその先ほどの言い方で言うとその最適解の最適,最適的な構造がこのような見方では得られないって感じがまあするわけです。だからもう少しなんか細かい見方をすることによってなんか最適解の構造がうまく最適的に得られるようにできるといいなっていうふうに思うわけですね。はい、で実際に今 じゃあ上のものはこれは GH から J6 に対する最適なスケジュールなんですけどもまあ仮にここからこの J6 だけあの取り除いてみましょうとで取り除くと下のようなスケジュールが得られますでこれは j h から J5 に対する最適なスケジュールであるとは限りませんしこの例ではそうなっていませんがまあ,あるスケジュールなわけですあるスケジュールあるスケジュールなんだけどもこれは実はある意味で最適なスケジュールになっていますでどんな意味で最適なスケジュールかっていうとこの 一方のこの場合、M2 ですけども、M2 の完了時刻が13となるようなスケジュールの中で一番良いスケジュールになっています。一方の最終完了時刻を固定すると、これがその中で一番良いスケジュールになっているということは言えるわけです。で、今ちょっと言ってるのは、半分。 騙しついているとなんでかっていうと一方の最終完了時刻を13と固定してしまうと今自分が5つしかなくって、えっと、機械が2つしかないのでもう一方の完了時刻も1位に決まるわけですだから一方の最終完了時刻が13であればその時そのようなスケジュールが存在すればそのような、えっと、スケジュールの最終完了時刻は、えっと、決まりますからまあそういうスケジュールがあればどのようなスケジュールも そのの一方最最終完了時刻が13であるようなな適スケジュールになりますだからここで言いたいのは何なのかっていうと一方の最終完了時刻が13であるようなスケジュールが存在すればそこに J6 を付け加えることによって全体の最適スケジュールが得られますってことになるわけですだから考えたいのはこの J1 か J5 とかっていうようなその部分的にジョブがある時にそれらに対するスケジュールで一方の最終完了時刻をある値に決めたようなものが存在しますか ということが分かれば、それをつ順番に使って、g 1から G6 すべてのジョブに対する最適スケジュールが作れるんじゃないかっていうふうにまあ思うわけです。いいですかということで、その一方の最終完了時刻が何かであるような部分的な、えっと、ジョブの集合に対するスケジュールが存在しますかってことを順番に考えていって、そこから最適スケジュールを見つけていきましょうって考えで、えっと、アルゴリズムを作るということになります。 でこれがまあこの最適解の最適的な構造になるというふうにまあ思うわけです。ここまでいいですかはい。で、そうだと思って、じゃあその状態っていうのを定義します。これ状態というのは先ほどのまあグラフでいうと、一つ一つの頂点を表しているものだと思うと。で、ななのかっていうと、これはこの J と T と突然書いてあって、何なのかっていうふうに分から、ま、ないかもしれませんけれども、この J っていうのが、まあ、いやじゃあ順番もう次いきましょうね。で、その,その各状態に対して、なんか値を定義します。 で、まあ、その値のことを今 F と書いてるんですけども、FJT っていうのは、true かフォールスです。で、FJT が true なのはいつかっていうと、J1 から JJ まで、だから J 個のジョブに対するスケジュールで、一方の機械の最大完了時刻が T となるものが存在すれば、これ true。それがなかったらフォールスであるっていうふうにしましょうというふうにします。で、今、えっと、処理時刻全部整数だっていうふうに考えているのに、この T は整数の値を取ると思ってください。 J の方は、えっと、この J1 から JJ っていうジョブを考えるっていうふうに言ってるので、えっと、J は、えっと、なんだろう、1から N までのなんか値を取ると思ってほしいんですけども、ちょっと初期状態というのを考える必要があるので、0も取ることができるっていうふうに思ってください。で0の時には、まあ、どうするのかってことは、えっと、何なのかっていうと、これ、えっと、J が0のときにはここに、こ,のえっと、ここにジョブ種の集合がないので、まあ、その時にどうするのかってことは、この F という値を、 えっと、なんだろうな。t が0だったら true、t が正だったら false にしますと形にします。ちょっと今、口だけで言っていけないので、えっと、j が0のとき、if0t は、えっと、これ true か false なんですけど、えっと、t が0だったら、まあ、ジョブが0個で、最大完了時刻が0のスケジュール存在するので、それは true だと思うと。で、t が正だったら、 ジョブゼロ個しかスケジュールしないのに最大完了時刻が正になるものはないのでフォールスだと思うというふうにします。はい、という形でこの FJT というその各状態に対する値をまあトゥルーかフォールスで決め,ていくとあ決めるというふうにします。でそうするとこの FJT に対する再機式が作れますで。その時に先ほどの見方をちょっと思うんですけどもそのまあ再機式のことを、えー、と動的計画法ではベルマン方程式ということもあるんですが、まあ、再機式を作ります。 で、上に書いてあるのは先ほど言ったもので、えっと、J が0のときには、このように定めますよと。T が0だったら true で、T が正だったら false にしますと。で、一般の場合はどうなるかっていうと、こんな感じになりますと。で、J が1乗の場合ですね。で、それは、だからここに書いてある、うな再起式で、そこの FJT というのが定まります。で、これを説明します。で、えー、っと、今、FJT っていうのは、まあ、true か false の値を取るんですけども、えっと、これ、まあ、下の図を見てくださいと。 今、この FJT が true になっているような状況のを2つ書いてます。どういうことかっていうと、今、こ FJT なので、えっとのをという、だから、えっと、ジョブ J1 から JJ までをスケジュールして、片方の処理時刻、えっと、完了時刻が T になっているのが存在している状況かを書いていますで。その時には、まあ、片今、片方の処理時刻、こ今、T になっているんですけれども、この J 番目のジョブを処理してない機体における、 えっと、完了時刻が t になっている場合と、えっと、この JJ を処理している、えっと、機械における完了時刻が t になっている場合と、まあ、2通りあるわけです。で、えっと上のえっと、左の場合は、この JJ をここから取り除くってことをすると、取り除くってことをすると、えっと、J1 から J、J-1 って J-1 個のジョブに対するスケジュールが得られて、その時に片方の えと下の方ですね、片方の、えー、と機械の処理時刻は t になってます。だから、えー、とこの今、取り除いた後に書いているこの状況っていうのは、どういう状況になってるかっていうと、fj-1t が true になっている状況を書いているわけです。取り除いたあとは。いいで、すねで右の方どうかっていうと、この処理時刻、完了時刻が t になっているところの最後に、まあ、この jj J っていう、えー、とジョブが 置かれてるんですけどもこれ取り除くとどうなるかっていうと、取り除くと、今、この下の,方のえっの、と、機械の完了時刻が何になるかっていうと、T、t-pj になります。ですか。だからこれは何なのかっていうと、えっと、j1 から jj-1 っていう j-1 個のジョブをスケジュールしている状況なんだけども、一方の、えっと、完了時刻が t-pj になっている。 のでこ,この状況では F J、FJ-1T-PJ がトゥルーになっているわけです。いいですかね、だから逆,、えっと、い逆算にしていくと何なのかっていうと、J-1 個しかジョブがないときに、この2つのどちらかがトゥルーになっていれば、そこにうまく JJ J、J 番目のジョブを置くと、FJT もトゥルーになるということが分かるわけです。 なので、ここに書いてあるのは何なのかというと、FJT は FJ-1T と FJ-1T-PJ のどちらかが true であれば true ですよというふうに書いています。で、どちらも true じゃなかったで、どちらもフォ l ルスだったら、どのようにこの J 番目のジョブを置いても、片方の、えっと、完了時刻が T にならないのでフォ l ルスになるということになるわけです,ですか、ね。で、ちょっと注意しなくちゃいけないのは、この右側の操作ができるのは、この JJ っていう この処理時刻、JJ、この J 盤面の処理時刻、PJ が T よりも大きい場合、T 以上の場合だけです。なので、T が PJ 未満のときには、そのもう一つ、この後ろ側についてる、この FJ-1T-PJ がない形になって、左側の状況しか考えないという形になります。ですかね。だから T が PJ 未満の場合は, F J T は F J、FJT は FJ-1T になるという形になります。 でこのような形で、えっと、再起式が得られます。何が再起かっていうと,、えっと、左辺におけるその1つ目の引数 J が右辺においては J マイナス1に全部小さくなってますから、これを順番に、えっと、J をどんどん小さくしていくと、えっと、この FJT が分かるという形になるわけですで。J をどんどん小さくしていくと最終的に0になるので、そこの部分で全部が決まるということになります。ので、この再起式はまあ一応こう解けるわけです、プログラム上は。 プログラム書いてあのちゃんとこの FJT の値が全て決まるという形になります。いいですかで、まあ、この FJT をじゃあちょっと実際にどのようにその、えっとあえっと、プログラム上でというか、えっとえっと、実装す、えっと、上はどのように、えっと、計算していくのかということを考えていきます。でそれで、初めに言ったようにこういう表を作っています。で、このなんか表を埋めるような形で、えっと、この動的比較法って動いていくというふうに思ってください。で、これどういう表かっていうと、えっと J 書けなかった、えっと、J 行 T 列のところの、えっと、この値が FJT になるような、えっと、表だと思ってくださいと。でこの表、この表を順番に埋めていくという形になります。で、ポイントはですね、この上に書いてありますけども、この表を埋めるのは、この J と T が小さい方から埋めていきます。で、まずですね、えっとえっとえっと、J が0のときはこれ全部分かってます。 先ほど言ったえっり、t が0だったら true で t が正だったら false になるというふうに分かってましたので、ここの1行目ですね、ここ全部埋まるという形になります。で、今、この t が0から5まで動いてるんですけども、実際にこの、えっと、考えているのは、ジョブをいくつかスケジュールしたときに最終、えっとえっと、完了時刻が t になるようなマシンありますか ということを考えていたわけなので、この、えっと、t として取り得る値は、今考えているのはこの右にあるような5つのあ4つのジョブなんですけれども、この4つのジョブの処理時間の総和を t を、<laughs> この4つのジョブの処理時間の和を,変えを超えるような t を考える必要はありません。で、その和は今5なので、5まででこの t を打ち切っているという形になっています。いいで,すか、ねでえっと、j が0の場合は、 もともとのこの式から全部こう埋まるという形になっています。今、t は true で f は false を表していると思ってください。はい、で次、じゃこれ j が1のところここを埋めていきますで。その時に先ほどの再起式を使います。これですね。ここれですねで例えば今、えっと、j が1で t が0のときには、ここに j 2が2 0、t に 1, 1をい入れるわけです。で、実際にこの再起式を使うと、これが下の場合に対応することになって、えっと、 今 J1 ですから F00 ですね。のところの値と同じものが F10 になると見ると分かります。で、その、この矢印は、その、どこの値を参照して、今の、えー、とマス目の値を決めてるかってことを表していると思ってください。だから今は F10 の値は F00 から決まっていて、そこが T だから、今決めたいところも T になるというふうにこれ書いていると思ってください。いいですか でその右トライなんですけども、ここは F11 で、F11 の値は F00 と,と F01 から決まるというのが、ここの再機種からわかります。で、それの OR なので、まあ、TORF は T になるという形でう決まっていくという形になります。今、この、えっと、ちゃんと言わないと,ない,といけないのは、この PJ っていうのはこれ、これ P1 で、それが今1になっているということなので、それでえっと決まっていくという形になります。で、それを使ってまあどんどんこう決めていきます。こんな感じになってきます。 いいですかねちょっと早いかもしれませんが、そんな感じで決まってきます。で、次、えっ、ー、と、J が2のところも同じような形でこう決まっていくと、こんな感じいいで。すか、ね、で、J が3のところも同じように決まっていくんですけども、えっと、P3 が2なので、この決まり方が、先ほどとは違って、この T マイナス PJ、こ今、P3 が T マイナス2になってますから、この矢印が、この T が2つ前のところを参照するようになってるっていうのが、注意するところになります。 でそれでまあ決まっていくと。こんな感じで決まっていく。で、最後、J が4のところも決まっていくと。こんな感じになります。で、そうすると、ここ見ると、まあ、J が4のときに、片方の処理時刻がゼロ、えっ、ー、と、完了時刻が0のもの、1のもの、2のもの、3のもの、4のもの、5のもの、全部、まあ、存在するという形になっているというのが、まあ、この例ではわかります。いいですかで、まあ、この例はちょっと小さいので、あんまり重くないかもしれませんけども、 ただ大きいのはちょっと表をかけないんで、一個一個もやってきませんので、ちょっと,えとまあ気分だけちょっとあのお伝えするために、ちょっとプログラムを書いて動かした例を書いてるんですけども、P1 が3、P2 が9、P3 が12、P4 が7の場合に同じように表を作るとなんかこんな感じになります。で、先ほどの例とは違って、この一番下のところ、J が4のところではすべて T が並んでいるわけじゃなくて、T と F がなんかまあ、 規則なくとは言えないんだけども、えっとまあ、t, t ばかりになるわけではないということです。だから、ある t に対しては t になるし、ある smallt に対しては true になるし、ある smallt に対しては f になっているという形で、まあ、この表が埋まるということになります。で、まあ、このような表が得られます。でそうすると、すべてのジョブをスケジュールしたときに、一方の完了時刻が smallt、えっと、であるかどうかということが、この表を見れ となるようなスケジュールがあるかどうかっていうのが、この表の一番下の行を見るとわかります。ので、その一番下の行を見ることによって、どのようにスケジュールをすると最大完了時刻を最小に切るかっていうことがわかります。で、それを次に説明します。そのどういうことかっていうと、その最大完了時刻を最小にするような、その、えっと、最大完了時刻ですね、あのつまりこれ最適値っていうのは、こ,この えっと、行を見て、まあ、ここはそう一般的には第 N 行なんですけども、第 N 行の値を見ます。で、そこがその true になっているところだけ見ましょうと。FNT が true になっているところだけ見ましょうと。で、そのような T を見ます。そのような T を見ます。で、そうすると、そのような、その FNT が true ってことはどういうことかっていうと、そのスケジュールにおいては、この2つの機械があるんだけども、そのうちのどっちかの管理の時刻が T になっているような。 スケジュールは存在すると言ってるわけです。で、片方の、えー、っと完了時刻が t だったら、先ほど初めの方に言った通り、もう片方の完了時刻も自動的に決まります。これ何なのかっていうと、ジョ分の完了、えーっと、処理時間の総はマイナス t になってるわけです。で、じゃあ、全体のこの完了時刻っていうのは、最大です。最大完了時刻っていうのは、 最大値はこの2つの関連の時刻の最大値というのはどういうふうになっているかというと、ここに書いてある2つの数値の最大値です。だから、マックスかけるかな。pj の和マイナス t と t ですね。この2つの最大値になると。となりますで、それをここに書いています。で、これを最小にしたいわけです。ので、何なのかというと、fnt が true となるような t に対して、この 最大管理の時刻を考えますで、それを最小にするような t を持ってくればよろしいということになります。で,すかで、これ、この計算自体は、この表の一番下の行をずっとなめて見ていけば、簡単に計算できます。という形で最適値が分かると、最適スケジュールが分かるというような仕組みになっています,ですか。で、これがアルゴリズムです。よろしいでしょうか。ですか。この表を再起式に基づいて作って、一番下の行を見ていくと、 最適値が分かるということになっています。よろしいでしょうかということで、あ書いてあった。同じ図を書いてしまった。はい、ということで、まあこれ、この2ステップで動かすものが、まあ、アルゴリズムの大まかな流れになります。再形式に基づいて、まあ、図すべての JT に対して FJT を計算します。でそうしたら、先ほどの式を使って、この FJA の一番下の行の値から最適値を特定するということをすれば、 この P に Cmax に対する最適値がわかるということになります。ですかね。で、まあ、正当性これで正しいその最適値が得られるってことはこれまでの議論からわかります。いいですかね。であとは計算量どれぐらいかかるのかってことなんですけども、それはまあ、この表をまあ、埋めるのにかかる時間にほぼ等しいです。で、この表はどういうふうになるかっていうと、まずこのえっ、ー、とこれ表を全部埋めるので、そのマスの数だけは計算時間かかります。 でマスの数は、これ、えー、と行が n プラス1個あって、列がこの pj の和プラス1個あります。ので、まあ、マスの数は、オーダーで言うと、えーと列のえー、と行の数が n、列の数が pj の和になるということになります。であとは、このマス目をこう埋めていくんですけども、その一つ一つのマス目を埋めるときに、どんだけ時間がかかるのかってとを計算、えーと、気にする必要があります。けども、一つのマス目を埋めるときに、これは図があったかな。 1>, あった1つのマスのように見るときに参照する他のマスの数は2つです。で、その2つのマスがどこにあるのかっていうことは簡単に計算できます。ので、えっと、これは2つのマスを簡単に参照するだけなので、まあえっと、定数時間しかかからないということになります。ですかね、だから、全体の計算量は、マスの数 ×1 マスの計算にかかる時間、オーダー1。なので、全体として n×pj の相場というオーダーになるというのが、このステップ1の時間になります。 ですかね、じゃあ、ステップ2はどうでしょうステップ2は、この N 行目をずっとこの左から順番にみていくだけです。見ていって、先ほどの最大値の最小値を計算するだけなので、それはこのえっと行の中にあるえっと成分の数でだいたい抑えられます。それは、オーダーでいうと PJ の相場になるということになります。ので、アルゴリズム全体の計算量は、ステップ1にかかる計算量とステップ2にかかる計算量の和なので、まあ、そのステップ1の方が、 大きくって、そちらで抑えられると。オーダーとしては抑えられるという形になります。いいですかね。だから、まあ、n×pj の相和のオーダーで、この、えー、とアルゴリズムは動きますということになります。いいですか。ということで、えー、とこの p2cmax というものは、今言った n×pj の相和のオーダーで解けますということになります。で、これはそのベルマンの,その初めの、あの、 同定計画法の提唱している,る教科書に、まあ、これ自体が書かれているわけじゃないなんですけども、えっと、これと似た問題に対するアルゴリズムがあって、でまあ、それを、えっと、この P2CMAX に、まあ、適用すると、今のようなアルゴリズムが得られるという形になります。はい、でもう一度、同定計画法を考える時の鍵のことを言っておくと、最適解の持つ最適的な構造をまず見出して、そこから状態を適切に定義します。でそののの状態の間の最適をうまく立てて それを使って計算を、表を見るような形でやっていくというのが、動的計画法を考えるのの鍵になります。はい。ここまでいいでしょうか。はい。で、これで大体半分の時間を使ったので、ちょっとこれは予定よりも時間がかかってるんですね。はい。で、えっと、一応、じゃ、えっと今のが前半の話で、えっと、P2CMAX の話はこれで終わりになります。で、後半はこの1シグマ TJ ですね。えっと、この話をしていこうと思います。 はい、では、えっと、休憩を3分やりますので、えっと。はい。それではですね、後半の方なんですけども、この1シグマ TJ というものを扱っていこうと思います。はい。で、まあ、どんな問題だったかっていうと、えっと、これは1段の1機械ですね。 機だからあの前回の話の続きみたいな形になっている、前回はその1機会の時にえっに、と、4つぐらいの、えっと、最適化の,あの目的に対して、あ整列に基づくアルゴリズムっていうのを与えたんですけども、そのうち一つ残っていたのがこのシグマ TJ です。これ何だったかっていうと、まあ、TJ っていうのは、これ今、納期遅れっていうものですね、これに書いてあるんですけども、えっと、ジ,ジョブ J の、えっと、完了時刻が CJ のにそに、その納期っていう TJ、DJ っていうものがあった時に、そこからどれぐらい、あの 完了が遅れてしまったかっていうのを表すのがこの tj だというわけです。だから、各ジョブはその処理時間 pj と納期、T、dj っていうのを持つという形になっているというわけですね。で、前回はあの、またこの <laughs>、えっと、用語を間違えてしまうかもしれませんけれども、最大納期ずれの最小化っていうのをやって、それが、えっと、無アホリソンのアルゴリズムっていうので、えっと、n ログ n 時間で解けるという話をしたと。で、今回はこの、 相のおけの最初化って、この相なので、これは和を考えるわけです。和を考えます。だ今、下のような状況だと、J2 っていうのが遅れてるジョブで、J4 っていうのが遅れてるジョブなんですけども、その遅れてるジョブに対して、この遅れてる量の和を考えるということになるわけです。いいですかね。で、これは、えっと、実は、まあ、NP 困難っていう問題なんですけども、まあ、それに対して、この今からやるのは、この N4 乗 PJ の和 <laughs> っていう時間で、 解くっていう話をしますでこれがややここしいんですねでこれが困ったなとうう思ってるんだけどもまあ一応説明をしていきます。気分をお説明し,していこうと思います。で、地名なアルゴリズムは何かっていうとこれ1機械なのでそ全ての並び方をた試せば必ず解けます。で全ての並び方っていうのはその順列なので L の解を通りあるわけです。で、まあ、その各並び方に対してこの総納極 を計算するのに、まあ線形時間乗の数ぐらいかかるとすると、まあ、地名には n 解錠をかける。n 時間ぐらいでまあ、解けるわけです。で、これは膨大です。膨大なんだけども、今からやるのは動的計画法を使ったアルゴリズムで n4 乗を pj の和という形で解けるとで、これ先ほど言ったみたいに、これは多項式時間アルゴリズムではないんだけども、まあ、次回言うようなギター公式時間の計算量と呼ばれるものになります。 ちょっと小さく書いてるんですけども、いい以下ですね、議論を簡単にするために、すべての自文の処理時間は異なるとします、まああの。同じであってもいいんだけども、同じであるとちょっとややこしいことをやらないといけない場合があるので、す、え、べ、っと、ての自文の処理時間は異なると仮定します。これ、一般性を失わずに仮定できます。ので、えっと、それを、えっと、やっていきますで。そういうつもりでやっていきます。で、今言ったように、これは動的計画法でアルゴリズムを作るんですね。 でもなんかこの計算量を見た瞬間に、これ何なんだって形になって、すごく難しそうだなって気がするんですけども、も割と難しいです。ので、まあ、気分をまずちゃんとお伝えしたいと思って、それをあとの残りの40分ぐらいでやっていこうと思っています。で、動脈計画法なので、先ほど言った通り、この3つの鍵に従ってやっていきます。まず、最適的な構造を最適解機に見出します。で、そこから状態を定義して再適的を立てるということをしていこうと思います。で、先ほどの P2CMAX の場合は、 なんか任意の最適解から考えてそこから一つジョブを取り除くとどうなのかってことを考えていたんですけども、えっと、この問題においてはちょっとそれはしないです何かっていうとなんか特定のなんかいい性質を持つ最適解っていうのが実はありますでそれを見つけるっていうような形でアルゴリズムを作っていきます,です、ね、先ほどの,の P2CMAX の方はなんかどんな最適解から2がゴールであってもそこからそこからたどっていくような形でやってたんだけども今から考えるこの1 シグマ TJ の方ではなんか特定のなんかある性質を満たす最適解っていうのはゴールにあるというふうに思ってます。だからまず、そういうそのなんか特殊な性質を持つ最適解がまず存在するんだってことをまず言います。で、これが割と大変なんですけども、気分はお伝えしようと思います。はい、で、そもそもですね、なんでこの問題難しいのか。まあ 結論としては NP 困難っていう難しい問題なんですけども、前回やったような EDD ですね、再創脳急線規則、その納期順に処理していくだけではダメなのかっていうふうに思うわけです。けども、ダメな例があるんですね。で、これはまあ作ったわけです。で、これはえとここに数値があるので、皆さんも確認できるようになってますけども、これはあの前回なんかコメントがあってですね、数値書いておいてほしいというのがあったので、書いてるんですが、例えばですね、なんか DH、D2、D3 というふうに、納期順に 処理すると J1、J2、J3 という形になるというふうにします。で、そのときにこの赤いのがその各ジョブが持っている納極れです。だからこの赤いものの長さの和が総納極齢になります。で、実はこれはこの別の順序で処理すると、この総納極れが小さくなります。で、どういうふうに処理するとそうなるでしょうかっていうちょっとクイズになるんですけども、まあ時間がないのでパッとお見せすると、例えば J2、J3、J1 というふうに処理すると。 でそうすると、J2、J3、これあ、間に合ってます。納期間に合ってます。でだから J1 だけ遅れるんだけども、J1 の遅れはこんだけになりますで。そうすると、なんだろうな、この赤の上の方の和と下の方の長さを比べると、上の方が大きいなことが分かります。ですかね、つまり、上のように、その納期順で処理するのが最適になるとは限らない。まあ、この例ではならないってことになるわけです。 で割とあの皆さんにちょっとお伝えしたい教訓なんですけども、なんか問題があって、アルゴリズムを考えるということは、皆さんやると思うんですけども、それがですね本当にどれぐらいいいのかってことを、いろんな例でですね確かめてい,い,いただきたいんですよね。で特にこの場合は、EDD では最適なスケジュールを得られない場合があるんですけども、そういう例をちゃんと考える。 ことによって、もっといいアルゴリズムを作るためのヒントになるかもしれませんし、まあ、あるいはなんかこのなんか EDD のスケジュールで押し通そうとする場合に、それがどれぐらい悪いアルゴリズムなのかとかってことが、そういう例を通すと分かるようになってくることがありますので、アルゴリズムを考えたら、まずそれで本当にうまくいくのかどうかっていうような例を考えたり、うまくいかない場合があるのかということを考えたり、まず少なくとも気にとめるってことが重要だと思ってますので、そういうつもりで皆さんもアルゴリズムを考えてくださいと。はい というメッセージをお伝えした上で、EDD はだめなので、なんかこれ工夫がいるわけですね、我々は。工夫をする必要があります。で、えー、とその時にですに、ね、このような図を考えます。で前回も言ったようになんか図が書けるというのは重要なので,で、今回どういう図を書いているかというと、なんか問題のなんか状況があります、入力があります。でそこでは各ジョ文の処理時刻、処理,処理時間と納期というのがう与えられているわけです。で、それに対して下のような,なんかプロットをします。 これどういうプロットかっていうと、横軸が DJ 納期縦軸が PJ 処理時間になっているようなプロットで、各点がジョブを表します。で、この J1 ってはどこに書かれているかっていうと、この横軸が J1、縦軸のところが P1、だからこの今 J1 っていうのの、この,の座標は D1、J1、P1 になるように置かれていますということになります。で、今4つジョブがあって、 このプロットで4つのジョブに対応する点がか置かれているという形になっています。この図の作り方はいいですかこういうふうに作ります。はい。で、今の状況はどういう状況になっているのかっていうと、ちょっとこれ書いたものを消すと。消すと。はい。今はですね、えー、っと、次の、こんな感じになっています。今、例えばこの、えー、っと、J2 と J3 を比べると、えー、っと、P2 と P3 ですね。処理時間を比べると、P2 の方が P3 の処理時間よりも小さい。 のであでなおかつ、えっと、D2 ですね、納期が、えっと、ジョブ2の方がジョブ3よりも速いという形になっていますで。それはこの図でいうと、J3 からこういう今ここに書いてあるような,なんか長方形を書くと、その長方形の中に J2 という点が入ってますよっていう、こういう形になっているというふうに、まあ、この図は使えるわけです。ですかこの、えっと、右に書いてある状況がこの長方形において J2。 だから J3 を原点とする第三証言というんですかね、ちょっと分かんないですけども、まあ、そこに J2 が入っているという形になっているというふうに、まあ、この図でその状況が分かるということになります。まあこの図があれば、すべてのジョブの納期と処理時間が分かるという形になっているというふうに思ってください。で、何が重要かっていうと、実は、今ですね、この J1、J2、J3、J4 っていう4つのジョブは、このような長方形を書くと、その長方形がですね、 入れ子になっているこの J2 に対する長方形の中に J1 が入っていて J3 に対する長方形の中に J2 が入っていて J4 に対する長方形の中に J3 が入っていると。こういう形になっています。で、こういう時には実はこの順番で並べると最適になります。何を言ってるんでしょうあと。これはあとでこれ証明できるんですけどもあ証明してないでけども証明できるんですけどもそういうことになります。と形で、えーとこのあの プロットにおいて、どういう形になっているのかということを今後ちょっと使っていくということになります。で、今言ったことは、ある一般的な法則から導かれるんですけども、その一般的な法則をまず述べます。で、これです。これ、補題 A と言っています。今考えている問題、1、シグマ、TJ においては、えっと、PJ が PK 以下、で、DJ が DK 以下、つまり先ほどの図でいう、これですね、なんか、えっと、J2 が J3 の作る長期に入っている。 が違う違う JJ が JK の作る条件に入っている場合、このときには JJ を JK より先に処理する最適スケジュールが存在します。す、え、べ、っと、ての最適スケジュールがこういうふうになるとは言ってなくって、ある最適スケジュールにおいては JJ を JK より先に処理することになるというふうに言っています。ですかね さっきはあの動的計画法でアルゴリズムを作るときに考えることとして、ちょっと初めに言ったんですけども、ある特定の性質を満たす最適スケジュールをゴールとします。でその最適スケジュールっていうのはこのこの、このようなその最適スケジュールです。その長距の中に入ってるジョブを先に処理するようなスケジュールを考えると。で、これ、なんで正しいのかっていう証明のイメージを、ちょっとジョブ交換論法でお伝えしますと。 詳細は付録に書いてあって、まあ、補足動画になると思うんですけれども、これはちゃんとやるのは大変です。これ、あ,あ,これある本で演習問題になっていて、だから演習問題解いてたんですけども、も案外難しくって、難しくてあの長くなっちゃって、まあ、あの得にしてます。でそれを置いといて、今ですね、の J J えー、JJ の処理、えー、と納期が、えー、と JK の処理、えー、と納期よりも早いと。だから今こ、この状況ですね。 でかつ、この長さですね、処理時間は g j, j の方が短いと、この、えー、と過程が満たされている場合を考えます。で、今、この状況ではシグマが例えばこれがえっと最適スケジュールなんだけども、GAK、えっと、を先に処理しているとします。でそうすると、今、この赤く書いているものが、えっと、納期遅れの輪になってます。で、この時にじゃこの GAK と GAJ のえっと処理順を交換しましょうで。交換するとこんな形になると、下のような形になる。で、そうすると、この赤い長さの輪を見てみると、下の方が短いですねと。 ということになるわけですだからまあ確かにこの場合には、えっと、JJ を先にした方が良さそうだなということが分かるということになります。ただこう、気をつけなくちゃいけないのは、これこの交換したときに、この間にあるジョブですね。間にあるジョブ、まあ、これた,たくさんあるかもしれませんけども、もこの間にあるジョブの管理の時刻が変わります。変わるんだけども、 えっと、変わったとしても、この JK の処理時間の方が長いので、これ、必ずこれ前に動くしかないんですよ。だ前に動くと、完了時刻は早くなるので、この間にあるジョブの納期遅れがあったとしても、それは、あ納期遅れ、納期遅れがあったとしても、それは小さくなります。だから、赤いところだけを比べればまあよろしいということになります。で、まあ、別の場合もちょっと見てみると、こんないう場合もありえてで、こういう場合も、 入れ替えるとちゃんとしたのが短くなっているという形になって、まあ、こういうのをですね6通りぐらいやるんですけども、6通りぐらいちゃんとやると、どの場合でもちゃんと、えっと、入れ替えた方が、えっと、入れ替えても、えっと、この tj の和っていうのが大きくならないということが言えます。っていうのがまあ付録に書いてあります。ということで、まあ、この古代 A は成り立つということをあのちょっと,、えっと認めて、今から進めていきます。で、先ほど言った通り、ちょっと戻りますと、だから今の 原理を使うとこういうふうとこいふに並んでる場合です、ね、並んでる場合には、こういうふうに並んでる場合には、この順に並べてあげれば、最適なスケジュールが得られるということが分かります。けど、もう一般的にこういうふうになっているとはこれ限らないわけです。一般的な状況,状況はこんな感じなわけですね。まあ、たくさんジョブがあって、それをプロットするとこんな感じになっているともうなんか。で、何を考えるかっていうと、まずこの中で、えっと、処理時間が一番長いものを見ましょうと。 これはまあこの PJ 軸において一番上にあるジョブですね。これ見ましょうと。でそうすると、先ほどの古代 A から何が言えるかっていうと、このジョブから作られる長方形の左下にあるジョブは最適、えーと、ある最適スケジュールにおいては、この J、J スターっていうものよりも先に処理してよいということが分かります。この部分ですね。これ先ほどの古代 A からわかります。で、こうすると、このなんかこのジョブに、 を用いてなんか前の部分と後ろの部分で再起用すればいいかなというなんか気分になってくる。気分になってくる。この、えっと、第一線にあるものは JJ スタイルよりも先にスケジュールすればいいんだから、まずそこ,そこを解きましょうと。 でそれが終わったら、残りの部分を解きましょうという感じでやればいいかと思うんだけども、1個落とし穴があって、今、ここでこの古代エで言ってるのは、この JJ スターよりも先にこの左下のものをスケジュールしていいんだよっていうふうに言ってるんだけども、もしかしたら、この右の方ですね、右の方の序文も JJ スターよりも先に処理した方がいい可能性があるかもしれないわけです。だからそういう意味で、この左の部分だけに着目しておけばいいかどうかっていうと、それはちょっと分からないんですね。 で、そこをちゃんとやらないといけない。で、実は、この補題 B っていうのがあって、これが割とすごくて、何なのかっていうと、今ですね、この処理時間が最大のジョブ、JJ スターっていうのがあるとします。そのときに、ここに書いてあることが成り立ちます。何なのかっていうと、あこれ読みますね。ある K とある最適スケジュールが存在して、そのスケジュールでは、J が K 以下で、J が J スターでないようなジョブ、JJ を JJ スタイより前に処理して、J が K より大きいようなジョブ、JJ を JJ スタイより後に処理するって言ってます。これ何を言ってるんでしょうかです、ね、まず、なんかこれ K ってのがあるんですけども、まあこれ K ってのはこれ添えです。だから、なんか JK っていうえっとジョブがあるわけです。で、このなんか JK っていうジョブがあって、ある最適スケジュールでは、この JK も含めて、この前にある、ここですねこ。ここ。書いてるかな書いてないですね。書きたいんですけども。 ここにあるジョブを JJ スターよりも前に処理します。で、それを前に処理して、その後で、その直後にこの JJ スターを処理します。だから初めにこの青い部分を処理して、次にこの JJ スターを処理します。で、その後にこの右に余ったものを処理する。ってことによって、必ず一つの最適スケジュールが得られます。と言っています。 だからこれは本当に3分割してるんです。ある最適スケジュールでは、このなんか、処理時間が最大のジョブっていうのがどこかでスケジュールされるんだけども、それをもう前には、この1番の部分にあるジョ,ブジョブを全部スケジュールします。で、JJ スターを処理したら、その後でこの3番の部分を全部処理します。っていうふうに、必ずそのように分けられるような JQ っていうのがありますってことを言ってます。で、これをすると完璧に分かれるので、再起が作れます。 でこれの証明は大変。なんか、授業でできるぐらい簡単に証明できるかなと思って、準備してたら、全然終わんなそうだったので、録くにしてます。けども、ちょっと一応、気持ちだけお伝えします。気持ちだけ。証明しませんけど、気持ちだけ。これ直感にもなんない気持ちなんです、お気持ち表明なんですけども、どうやって証明するかっていうと、今、この JJ スターっていう処理時間が最大のジョブがあるんですけども、このジョブの納期を変えます。 これがな,なんでこんなこと思いつくのか分からないですけど、納期を変えます。だから最適解が変わらない限り、このジョブの納期を大きくします。だから、ここよりも大きくすると、なんか最適解が変わってしまうような、まあ、最適解が変わるってこともちゃんと定義する必要があるんだけども、ようなところまでこの納期を変えます。で、ここまで変えたら何をするかっていうと、これ、の最適解が変わらないんですけども、 ここにおいては、先ほどの古代 A を使うと、この今書いてるこの長方形の,この左側にあるものは、この JJ スタイルよりも前に処理すればよいということがわかります。が、この時に実は、この右側に残っているものは JJ スタイルよりも後に処理しても最適解が変わらないってこと言えます。で、なんでかっていうその気分だけお伝えすると、例えばですね、この余っているところの一つのジョブ、JJ というのを持ってきますと。 1一つあの証明できることがあるんですけども、このえっと最適解が変わらない限り、この納期を変えた後では、この JJ スターを処理すると、それはですね遅れないジョブになります。ということが言えます。ので、仮にそのなんか最適解において JJ がですね、JJ スターよりも前に処理されているとすると、JJ の納期っていうのは、この JJ スターの納期よりも遅いので、この順で並んでいると、どちらも納期守ってます。間に合わないジョブになってます。 ので、タだタにこれを入れ替えるだけであ、入れ替えるじゃなくて、JJ スターの処理の直後に JJ を処理するって形にすると、どちらもやっぱり納期は遅れない形になります。ので、これによって、まあ他のところもちゃんと見る必要がありますけれども、まあ、直感的にはこれによって、えー、と納期遅れが増えないってことが言えます。ので、変えた後もやっぱり最適スケジュールであり、その最適スケジュールにおいては、JJ スターよりも後に JJ を処理することができるっていうことが言えるような形に、証明はなります。 証明自体は付録にあって、付足動画になりますけれども、まあ、そういうような直感であります。まあ、だから、この直感で何も伝えてない気がするんだけども、まあ、そういう形で、えっと、実際、補足動画では証明をするという形になります。まあ、とりあえず、じゃ置いといて、今、このじゃ古代 B は成り立つということを今仮定しましょうと。だから、あるところでピタッと分かれて、それよりも前に、えっと、まずこれ JJ スターというのがあるんだけども、その JJ スターを処理するよりも前に処理するべきジョブ。 っていうのが分かっていて、あ分かってないななんだけど、あって、その処理をしたら、その後に JJ スターを処理して、その後に余ったものを処理するっていう順番で、うまく、えっと、最適解が構成できるということが、この補大 B から分かります。だから、何なのかっていうと、このどこで分かれるのか、前の図ですね。前の図あるかなこの。このどこで分かれるのかってこと,ことさえ分かれば、最適的に解けるんです。 この JK というのは分かれば、この1番のところを再帰的に解きますで。解いたらその後で JJ スターを処理しますで。その後のこの3番の部分も再帰的に処理しますということをすればいいんだけども、残念ながらですね、この JK はある K においてそうなることしか分かんないので、どの K がなのか分かんないんですね。で、アルゴリズムでは何なのかっていうと、再帰的に解くんだけども、この K 自体も、えっと、動かします。すべての可能な K を動かして、その中で一番いいものを持っていきましょうということをします。 っていうアルゴリズムになります,です、ね、今言ったように、このある緯というのは分からないので、この k となるものの候補を全部試すという形で、動的計画法を考えます。で、ここからがちょっとややこしいんですけども、まあ、ちょっとやっていくと。で、こういうアルゴリズムになります。で、じゃあ実際どういう風になるかっていうと、まあそのそのまあ、この JK というのは分からないんだけども、一つそのなんか候補があって、その候補一つについて、えー、と状況を考えてみましょうとします。でそうすると先ほど言った通り、 まず、えっと、このピンクのところに入っている JJ スター以外の、えっと、ジョブをまず処理します。これはさそうするとなんか最適的に処理します。で処理すると、このピンクの部分がなんかできます。で,できて、その後にこの JJ スターを処理するという形になるわけです。で、その後でこの余った右側の部分が処理されるという形で最適あ、一つの最適解がこういうふうになるということが、古代 B からわかるわけです。で じゃあその最終的にこの前の部分と後ろの部分を解くんだけど、もこれどうやって解くのかということを考えます。で前の部分はどういうふうになっているかというと、あじゃあその前に、解いた時に、えっときに相の記憶例を最小化しようと思っているんですけれども、えっと、この場合、相の記憶例がどのように書けるのかということをまず考えます。でそうすると、えっと、この JJ スターというもののなんか完了時刻があるんですけれども、まあ、それを今、T スタートしましょうと。 でそうすると、管理の状況を T スターとすると,、えー、と、納期遅れは、えー、と T スターマイナス DJ スターで DJ スターというのは、この、えー、とジョブの納期ですね。と、ゼロの大きい方になるというのが、その納期遅れの式から分かります。はい、で、前の部分は再帰的に解きます。再帰的に解くので、その再帰的,的に出てきた値から、このピンクの部分の総納期遅れがわかると。 いう形になりますで、後ろの部分、この部分も最終的に計算して、その最終的に計算したところの納期遅れが分かるので、それを全部足すと、全体の総納期遅れになりますというような形になっているというのが分かるわけです。ですかね、じゃあ、前の部分、これ、どう計算するかっていうと、それは前の部分をがここに、前の部分と呼ばれているものが、ここにあるんですけども、この中でも先ほどと同じような手続きを取って、この中で一番、 処理時間が長いジョブを見つけて、そこでまた分けて、3つに分けて、最適的に計算するということをこう続けていくわけです。でそれはこんな感じの形になると。まあ、この白いのは今、最近においては無視しているジョブだと思ってください。で、一番処理時間が大きいジョブを見つけてで同じこと、同じことやっていくということになります。で、これが前の部分です。じゃあ、後ろの部分どうかっていうと、後ろの部分は、 中の部分今、この3つのジョブを見てるんですけども、これはもともとこの前の部分のジョブは、えっと、この T スターだけの時間を使って、もう処理してるわけです。で、その後で処理するのが、あと3つジョブ残ってますよっていうふうに思ってるので、これらは、この T スターだけ、もうすでに時間が進んで、そこからあと、どれだけえっと時間をかけてやりますかっていう意味で、まあ、ある意味で、このなんか納期があの T スター分だけなんか早まってるような状況で解いてあげればよ,よろしいと。 で、それを考えるという形で、この後ろの部分も再帰的に計算できますということになります。で、それを解いて、3つの部分を合わせれば、総脳記憶が出ますというような再帰式が作れますということになります。で、これだけの説明をして、さあ、再帰式を作りましょうということになるんですけども、これだけで再帰式が自分で作れたら、あんまり苦労はないんですけども、これは割と難しくって、これちゃんとやっていきますということになります。 で状態をどのように考えるのかってことは、今の最適解の構造からパッと分かるかっていうと、これもあんまり分からないかもしれなくて、今からちょっと,、えー、と説明がぐだぐだになるかもしれませんけれども、ち,ょっとちゃんとやっていくと。今、状態はこの4つ組になります。P2CMAX の時と同じように、なんかこの時刻を表すような、なんか T っていうのもあるんですけども、その他に J1、J2、J3 っていう3つのジョブを表す添え字を持ってきます。でこの添え字ののは右下の ずなんですけども、今なんか最起を繰り返していくと長方形が左から切られたり右から切られたり上から切られたりし,してきますのでその左側のえっと際を決めるジョブのえっとソイ字が J1 上の切り切り方を決めているジョブの添え字が J2 右側の切り方を決めているジョブの添え字が J3 だと思ってくださいというふうに J1、J2、J3 っていう三つのジョブの添え字を持ってきます。 ただ、最近を繰り返していくと、J1 とか J2 が N を超えることがあるので、一応、取りうる範囲は N プラス1までにしていくというふうにしておきます。ちょっとこれはテクニカルな要請なんですけども、そのようにしておきます。で、どうするかというと、こういうなんか状態があったら、その状態において、一番総納期遅れが小さいようなスケジュールは何ですかということを考えるということをしていきます。 で何ををすするかかというままずこの J 1 J 2 J 3からこのの J1 J2 J3 ら長方形を定めますれどういうことかっていうと、えっとあ、ちゃんと言ってませんでしたが、えっと、このジョブは、えっと、納期が早い順に並んでいるというふうにします。納期が早い順にそれ字がついているというふうにします。だから今、この J1、J2、J3 って書いてますけども、まあ、こ,の図のこの図においては J1 が J2 以下で、J2 が J3 以下になっていると思ってください。 最近においてはそれはあの必要ないんですけども、そういうふうになってると思ってください。で、この添え字、っと、が J1 から J3 の間にある、つまりこの J1 が左端、J3 が左右端になるような長方形で、処理時,が処理時間が j ーの処理時間、j j ーの処理時間よりも真に小さいようなジョブだけを持ってきて、この花文字 J1、j J3 っていうのを作りましょうっていうふうにします。 これは図のイメージでいうと、この長方形の中に入っているジョブの集合です。いいですかね。で、それらを、それらを時刻 t をスタートとしたときに処理して、できる総能力での最小値をこの fjhjnj3t としますというふうにして、この各状態に対して値をつけますというふうにします。いいですか。で、ちょっとここでは、この一番この なんだろうこの長方形の,この上を定めるジョブは、この花文字 J1、J2、J3 には含めないという形にしているんですけれども、ちょっとこれがちょっと厄介でえっと、一応です、ね、一応、この長方形が無限に上に伸びているような状況をもうちょっと考えたいので、その時にはこの J2 っていうのを N プラス1にします。で、N プラス1の時にはこの PJ2、つまり PN プラス1っていうのがプラス無限大であるというふうに見なします。で見なしてこの長方形が上には 閉じてなくて、このなんか上にはなんか無限に伸びているような状況も表せるようにしておきます。というような状態の値を考えます。で、これに対して、先ほどのここら辺で考えたような形で、再起値を作るということをします。で、初期状態は割とわりと分かりやすくて、今考えているこのジョブの集合っていうのがここです、ね、ここにあるこのジョブの集合ジョブの、ジョブの数がゼロだったら、えっと、 もうそのスケジュールするジョブはないので、総能極例もゼロになります。で、ここに入っているジョブが1個の場合、これも簡単で、まあ、そのジョブが J0 だとしましょうと。そうすると、今、そのジョブをスケジュールするんだけども、スタート時刻は T であるっていうふうに今固定されてます。 だから t からスタートして、このジョブは jj を処理しなくちゃいけなくって、それで総納期遅れ何になるでしょうって言うんだけども、その総納期遅れはこの jj っていうジョブの納期遅れなので、それは完了時刻が t プラス pj になります。そこから dj を引いて0とまずそったものっていうのが、このジョブの納期遅れになって、これが全体の納期遅れ、総納期遅れになるということになります。ここまでいいですか だから、えっと、今考えている自分の集合の要素数が0と1の場合は、まあ、こういう形で簡単に分かります。で、そうじゃない場合が、再起がややこしい場合で、まあ、こんな感じになると。もう読めないかもしれませんけども、まあ、こんな感じになると。で、一応説明すると。一度でこれちゃんと説明するんですけども、ちゃんと説明します。で、これがだから一般的な状況ですねで。一般的な状況では何だったかっていうと、まず、この、えー、と集合の中で一番、 処理時間が、えー、と大きいジョブを見つけます。で、その添え字を J スターとします。だから、ArgMax 書いてあるのは、この Max を取る添え字を持ってくるっていうのが、この Arg っていうあの部分の意味です。アーギュメントですね。引数とかっていうことですけども、この Max を取る引数を持ってきます。で、それが J スターですというふうになります。だから今この状況では、ここに JJ スターっていうものがありますという形になってます。で、そうすると、こだい A から、だいたい、だい B から、こだい B から、こなんかこの K、こって このなんかあ,のある中、JK が存在して、この左側の部分を先にスケジュールして、その後で JJ スターをスケジュールして、その後で右の方に残ったものをスケジュールするような最適スケジュールが存在するということを知ってました。ので、それを使って書いたのがこの上の再景式です。で、何をするかっていうと、まずこの K を動かします。K が分からないので、K はすべての場合を試すわけです。で、どこからどこまで試すかっていうと、えっと、 この一番処理時間の長い JJ スターよりも左側にあるものは、補代 A から先にスケジュールしていいことは分かっているので、K をこの JJ スターよりも左側に持ってくる必要はありません。だからそこからスタートして、JJ スターからスタートして、一番右にある JJ3 までの添え字、つまり J スターから J3 まで、この K っていうのは動かすことになります。で、動かしたときの一つの場合が、この図に書いてあります。 消したいはい、でその、そのある1つの件に着目したときにどうなってるのか,のかっていうのが、この図なんですけどもで、どういう形になってるかっていうと、今、この JK のところよ,よりも前のところは、この JJ スターよりも前に処理して、再帰的に処理しますと言ってるので、そこの部分の、えっと、ジョブの集合は、これか、かけてないですね。 ここになるわけですね。ここ、ちょっと今、白が入ってしまって、いけないんですけども、ちょっと消したいです。今書けなかったので、もう一回書きたいんですけども、えー、とここにある、ジョブをすべて持っていきたいということになります。で、これ何かっていうと、左側が J1、で、右側が JK、で、上が JJ スターで囲まれている長方形になってるわけです。だから、添え字は J1、J スター、K になるということになります。ですね。で、開始時刻は T なので、T が出てくると。 でそのジョブをまず、最適に処理しますと。でそれが終わったら、この JJ スターを処理するんだけども、それの、えっと、納期遅れっていうのは、ここに書いてある形の式で書けますと。ちょっとこの TK スターっていうのを後で説明します。で、それが終わったら、右の部分の、えっと、ジョブを処理するんだけども、右の部分のジョ,ジョブはどこに、どういう長方形になってるかというと、 またこ,れ消すとこの JK よりも一つ左のところから始まっていると、こんな形になっていると, <laughs> ということです。そうすると、えっと、左端は K プラス1ですと。K プラス1で。右端は J3 ですとで。上は J スターです。という形で K、K プラス1、J スター、J3 というもので囲まれている長方形を考えればいいよという形になって、で開始時刻は、T からこの、えっと、J スターまでの 完了時刻がこれ TK スターなんですけども、それを足したものが右のところで処理したい部分の開始時刻になるということになります。ちょ書いておくと、一応その TK スターの定義はこんな話になるんですけども、これはまあ気分としては今ここで処理したもの全部を並べるとかかる時間です。はい、という形で再起ができます。よろしいですかこれが分かれば、 だいいいたよろしいというもんですけどもでそうすると、まあ、これはちゃんと最近になっていて、どういう意味でかというと、先ほどのの長方形の中に入っているジョブというものを見たんですけれども、これ、最近を繰り返すと、そのジョブの数がどんどん減ってきます。ででのそういうことなので、最終的にそのジョブの数が1個になるか0個になったところで、これ止まるという形になります。でちょっと注意しなくちゃいけないのはこ、こ,これ K、K プラス1っていうのがあるんですけれども、えっとこのこの、この K が N になったときに、ここの部分が N プラス1になります。 だけども N プラス1個目のジョブってのはないので、その時にはまあそのようなえっとジョブの集合は空集合になって、再起も止まるという形になるということになります。いいですかね。ややこしいけども、まあ、これで一応正しい再起ができているということは、先ほどの考え方に従っていけばわかると思います。証明はしてませんけどね。うん、だけど、先ほどの個体の B っていうのが割と重要で、それに従ってその、その個体 B が 保障しているような最適機械がこれで見つかるという形になります。最適値がこれで見つかるという形になります。で、例はやらないんですけども、一応例も付録にあって、例を作るのにちょっと機能苦労して、あ作,るのは作,作るのは私ゃないんだけど、例に対して動かすのにちょっと機能苦労して時間がかかったんですけども、まあ、それはえっと付録にあって、 えっとそれちょっと動画にするかどうかはちょっと分かりません。ちょっと時間の都合を見てあのやってみますけども、えっと、まあ例だけは一応あのス,ライドの最後スライドの最後に載ってますので、自分でどんな感じでこの再起式が解けるのかということをえっと確認したい人はそれをやってみてくださいということになります。で、まあ、アルゴリズム、こんな感じになると。で、えっと、ちょっと言っとかなくちゃいけないのは、この J スターっていうのがそのなんか長方形があったら、長方形の中で一番大きな処理時間を 持つものを見つけるってことをやってるんですけども、これは一応、のこの第一ステップで前もって計算しています。まあ、そうすると、この再起式を解くのの時間が早くなるので、これはちょっと前もって計算しているというふうにして,しておきます、はい。で、それをその計算したその J スターを使って、この再起式に基づいて、この FJHJNJ3T の値をどんどん決めていくということをします。で、これも先ほど言った通りそり、集合が小さい方から順番に決めていくと。 ちょっとこの JHJNJST が小さい方からっていう書き方は正確ではないんですけども、まあ、先ほどの言い方で言うと、その長方形の中に入っているジョブの数が小さい方から決めていくという形になります。はい、でそうしたら、これを出力します。F1N プラス 1N0 を出力する。これどういうことかっていうと、これ図があるかな図がないですね。図で言うと、どっかに j 1があって、どっかに JN があると。 で長方形でいうとあ、色を変えたかったんですけども、長方形でいうと、J1 を左端、Jn を左端、で上が全然あの再現がないと、こういうような長方形を考えて、この長方形の中に入っているジョブを全部処理するんだけれども、そのスタートの時刻はゼロですよという場合を考えれば、そこに出てくる値 F1、N プラス1、N0 っていうのが、全体の最適値になるということになるわけです。いいかね ということで、これ、正しいアルゴリズムになるということになるわけです。で正しさは先ほどの再起式から分かるということになります。はい。じゃあ、あと、計算量どうなのかということなんですけども、ちゃんと言ってませんでしたが、初めに ED 順、D 順その納基準にジョブを並べる必要がありますで。で、そこではちゃんと相当することになりますので、N のーの時間がまずかかります。これは、このアルゴリズムに先立って行います。 本来は書くべきだったんだけども、ちょっと書かずにこ着したらこんなふうになってしまったと。まず、相当します。で、そうしたら、1番、2番、3番を順2番にやっていくんですけども、1番のところは、えっと、各 J1、J2、J3 に対して、この、えっと、処理時間が一番大きいジョブを探すってことをやるんだけども、それはジョブを全部眺めていって、その各ジョブがこの範囲に入っているかどうかってことう確認と、一番その処理時間が長いものをずっと保持していくってことをすればいいので、各 J1、J2、J3 に対しては、ジョブの数の に比例数字がしかかかりりまませんという形になります J1、J2、J3 の、まあ、こ,れこの添え字はジョブの添え字なので、全体でこの J1、J2、J3 の取り方というのが N の3乗個ぐらいありますから、全体で N の4乗時間になると,ということになりますこれはケース。これが一番第一ステップの計算量です。で第二ステップは表を埋めるんですけれども、これは、えっと、各 J1、J2、J3t に対してこの FJ1、J2、J3t というものを決めるということをやります。 でそのためには、これ、K を動かします。各 K に対しては、係数時間でこれ計算できるんですけども、各 K、えっと、その K の動かす範囲が、多くても N 個あります。ジョブの添え字個だけあります。ので各 J、各 J1、J2、J3、T に対しては、オーダー N 時間でまあ進むとなるので、で全体としては J、J1 が N 通り、J2、N 通り、J3、N 通り、T が処理時間の和の通り。 だけあるので全部かけると N を、すでステップ3は、ある1つの値を見るだけなので、これは定数時間出てきます。ということで、全体は今言った4つのものの計算量を足し合わせればいいので、この2番目のこの再起式を解くところが主体的になって、その時間 N4 乗る p j の和、時間でこの問題解けるということになるということになります。 ちょっと最後の方、早くなってすみません。はい。いいでしょうか。あ、あの、歩題証明してませんけれども、その歩題から、その最適解の構造が分かるということが重要で、でそれにを目指して、アルゴリズムを作ったということになっています。はい。で、一応、もう一度あま、まとめをすると、この1、シグマ TJ っていう問題が N4 乗 PJ の和のオーダーで解けますよということが、まあ、分かったということになります。はい。 これもう77年の時点でこれ分かっていて、こんな複雑なことよくこの時短でできたなというふうに思うんですけども、まあ分かってます。はい。で、まあちょこれ、前回の話とちょっと、あの、揃えて、これま,まとめなんですけども、前回はですね、この、T、tj の和以外のところをやって、 まあ、nlogn っていうこの相当の時間で大体解けますよっていう問題を扱ってるんですけども、今回扱ったのはこの N4 乗 PJ の和っていう計算量で、まあ、実はこの TJ の和を最小化するっていうのは NP 困難な問題なんですけども、まあ、それでもこのいわゆるギター公式時間で解けますよっていう話を今日はしてきました。はい、ということで、まあ、この1機械でジョブの特性がない場合のアルゴリズムは一応まあ全部紹介したつもりになってますということになって,なってます。 でではですね一応今日のまとめとして動的計画法の話をしたんですけどもその鍵としてはまず最適解の持つ最適的な構造を再帰的な構造を見出して状態を適切に定義し再帰式をうまく立てると。でもう一つ教訓があってそのうまくいかない場合っていうのをちゃんと考えましょうっていうことも話しましたというのが今日のまとめです。 で次回なんですけども、先ほどなんか散々と NP 困難とかって言ってたので、とそういうそのなんか計算複雑性の概念とか、あとそ,のそもそも計算量って何なのかってことの話を次回は割としたいと思います。だから、抽象的な話もあるかもしれませんけども、まあ、それらを使ってまあ3つぐらいの問題が確かに NP 困難なんだっていうようなことの話をしていこうと思っています。はい、では、えっと、残りはあの補足動画になりますけども、そちらはまあ興味があ,ある人は見てください。 まだ作ってませんが、多分んあ明後日ぐらいまでにはできると思います、はい。では今日の授業はこれで終わりになります。ありがとうございました。